こんにちは、インバイズです。インバイズの専用ソフトウェア、インバイズスタジオバスキアについて説明します。まず、ダウンロード完了後、ソフトウェアを開きます。機器接続後、使用するプログラムを選択します。もしプログラムがない場合は、開いているプログラムを基準にプログラムを追加することができます。プログラムを選択したら、プログラムの中にあるプリセットを選択します。プリセットはプログラムのショートカットキーを保存したグループです。プリセットがない場合、プリセットを作成します。基本的に提供するプリセットは修正ができず、マウスの右クリックで複製して修正することができます。プリセットを作成した後、右側の機能リストから目的の機能をマウスでドラッグして追加することができます。右側のリストで機能がない場合、左側の機能入力欄にマウスをクリックしてクイックショートカットを作成することができます。次はカスタム機能の生成です。まず、カスタムファイルを作った後、カスタム機能作成ボタンを押します。カスタム機能はダイヤル、ショートカット、マクロ、テキストを作成することができます。ダイヤルはタイトルと時計回り、半時計回りにショートカットを設定して保存することができます。ショートカットは、使用するショートカットをマッピングして保存することができます。マクロは、右側の機能リストから機能を順番に入力してマクロを作成することができます。ショートカットは、使用するショートカットを、テキストは言いたい言葉やコマンドを一度に入れることができ、遅延は何秒後に次の機能が実行されるかを設定、開くはファイルやフォルダ、ホームページの URL を設定して開くことができます。これらの機能を組み合わせて自分だけの自由なキーを作ることができます。次のテキストはよく使う単語や文章、3D プログラムで使用するコマンドなどのテキストを一度に入力可能です。カスタム機能はキーボードモードで高速ショートカットキーでも入力できないやウィンドウキーなども設定することができます。次は LED の設定です。LED は循環、クリック、クリック波長、呼吸があり、時間、明るさを設定することができます。最後に右上の設定アイコンを通じてソフトウェア設定をすることができます。グリッド10CT とグリッドプロのオーバーレイを設定することができ、位置、不透明タビ、サイズ、時間を設定することができます。この他にも言語、テーマ、状態を管理することができます。また、バージョン情報を確認して最新バージョンであることを確認することができます。